法番のガラスのロウス、レリーフ・ジェームズ法番は、アイルランドの建築家。ワシントン DC にあるホワイトハウスを設計したことで最も有名。アイルランドのキルケニー県、カランのアール・オブ・デザートに属する辞書で、カトリックの家に育った。20代前半はそこで、車大工や大工として働き、ダブリン・ソサイティのドローイングスクールで、上級学生の地位を与えられ、 トーマス・アイボリーの下で学んだ。成績は優秀で、1780年に、ダブリン・ソサイティから名誉ある、ブラケッツ、ステアーズ、アンドルーファスの製図に対して贈られる、リンスター公爵のメダルを受賞した。1779年から1785年まで、アイボリーの下で見習いをしていた。アメリカ独立戦争の後、アメリカに移住し、1785年に、 フィラデルフィアで建築家としての地位を確立した。チャールストンカウンティー・コートハウス、チャールストン、SC 法番のホワイトハウスの修正メ面図1802年3月27日付の、オクタゴンのバラストレイズポルチコのサンデーペインティングに対する送り状、ジェームズ法番がサインしている。1787年4月までサウスカロライナにおり、 そこでは、サウスカロライナ衆議会議事堂があった場所に建てられた、チャールストンカウンティーコートハウスなど、多数の建物の設計を行った。ワシントン大統領は、サザンツアーにおける法番の作品を称賛し、1791年5月に、チャールストンで彼と会い、1792年6月に、ペンシルベニア州フィラデルフィアに呼び出した可能性がある。1792年7月、 ホワイトハウスの設計コンペを勝ち取った。最初の設計は3階建てのファサードに9個のベを持っていたようである。ワシントンの影響があり、2階建てファサードに11個のベに修正した。ワシントンの主張で大統領官邸全体が石で固められた。法番の現存する製図が実際にコンペで使われたものかどうかは不明である。 法番が少なくとも3人の奴隷を所有しており、彼らがホワイトハウスの建設において大工として雇われていたことが知られている。彼らの名前は、ベン、ダニエル、アンド・ピーターと記録されており、ジェームズ法番の奴隷の給与に出てくる。議会議事堂に従事した監督建築家の一人でもあり、ドクター・ウィリアム・ソーントンの設計や、ザ・オクタゴン・ハウスの設計を実施した。 残りの人生はワシントン DC で過ごし、道路や橋などの公共の建物や政府のプロジェクトに関わった。地元の噂では、1824年にアイルランドのキルケニー県のキルマギャニーの村近くにあるロッセネラハウスを設計したと言われている。妻のスザンナ・スエルは著名なジョージタウンのシティータバーンの経営者の娘であった。1802年に、 コロンビア特別区にホームルールの制限が与えられた。あと、法番は、ホワイトハウスを再建した年を除き、残りの人生のほとんどは12名で構成される市議を、務めた。ジョージタウン大学、聖パトリック教区、キルケニー出身のバディラゴットのテレサラロアにより、設立された、ジョージタウンビジテーションモネステリなど、市内のカトリック施設の開発にも携わった。 1831年12月8日にワシントン DC で死去した。当初はホルメド S ベリーインググラウンドに埋葬されていたが、掘り出されワシントン DC のマウントオリーブットセメタリーに再び埋葬された。息子のジェイムズ・ホーバン・ジュニアは父とそっくりと言われており、コロンビア特別区の州検察官を務めた。ホーバンの建築作品はほとんど目録で、 発表されていない。生誕250周年を記念して、2008年頃に数多くのイベントが行われた。2008年、ジェームズ法番を称える記念、アーバが記事近くに完成し、ホワイトハウスビジターセンターで生涯に関する大きな展覧会が開催された。法番を称えた1日のコロキウムである、ダブリンメイドヒムが2008年10月3日に、 アイルランドのダブリンにある RDS で開催された。これは、ホワイトハウス歴史協会、アイルランドのアメリカ大使館、アメリカとアイルランドのジェームズ法ン協会とともに、RDS により提示された。アイルランド系アメリカ人グループのソラスは、アルバム 4LOVE AND l t e r に収録された、ジョン・リデン、エスヒールズ、ザバス・ジグ、ホーバン、エスホワイトハウスという曲を持っている。 グループのメンバーであるミック・マコーリーは、法番同様をルるけー位県出身であり、法番の名誉を称えて、曲名をつけた。ありがとうございます。